熱戦が続くユーロ2020の残るは2試合を残すのみとなりました。決勝の舞台にかけるのは2チームのみ。激戦必至の準決勝、世界が注目する一戦です。この時間はドイツ対イタリア、こちらの一戦をお届けいたします。フットボールの聖地として70年にわたり激闘の舞台となってきたウェンブリースタジアム、そして2007年に生まれ変わってからもフットボールの歴史にその名を刻み続けます。イタリア国歌お聴きいただきます。続いてドイツ国歌です。憧れのファイナルまであと一つというところまでやってきました。佐々さん、世界が注目する一戦になりますね。ついにベスト4ですよね。やはりこのスタジアムの雰囲気も含めて大会の規模とか世界の注目度の高さを感じますよね。ドイツのキックオフでスタート。UEFA ユーロ2020準決勝、ドイツ対イタリア。勝ち点勝負ではありません。生きるか死ぬかのトーナメントです。プレスからボールがこぼれる。ボヌッチ、キエッリーニ、インシーニェ、ベッラッティ、ボヌッチ、ディロレンツ、裏へ届くか、これはつながりません。ジューレからターテのボール。ドイツ、なかなか前にボールが運べません。ドイツが先ほどから前線の選手がサイドで攻撃を組み立てているようにも見えるんですが、北澤さん、どうご覧になりますか？確かにそうですよね。前線の選手がサイドに流れることで、はい、中の相手選手を釣り出しますからね。フォワードがサイドに流れてきてもいいんでしょうか？まあ中に枚数がいなくなってしまうので、サイドに起点を作ってからどう攻めるかですよね、うん、フォワードが空けたスペースに別の選手が飛び出すなど、はい、中のスペースを有効活用したいところですよね、うん、誰がお膳立てするのかというとですね、そうですね。フンメルス、プレッシャー、さあつながるか、おこれいいですよ、おっとこぼれてる。フェデリコ・キエーザ、インモービル、そろそろファーストハーフ終盤ですが、スコアはまだ0対0です。これはファールではありませんでした。スルーパスを狙う、サイドを縦に走らせます。上げてくる、どうだ、ハイハゼルツ、
さあ準決勝、まずは前半の45分を終了します。前半0対0。さあ北澤さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。イタリアとしては今はまだ0-0なんですけども、内容はあまり良くなかったですよね。というのもシュートがまだないんですよね。後半はバイタルエリアにもっと人が入っていけるような動きなんかをしていかないと、なかなかチャンスは広がらないですよね。果たして決勝のステージに上り詰めるのはどちらなんでしょうか。ウェファユーロ2020準決勝、ドイツ対イタリア。得点は動かないまま後半を迎えます。後半キックオフです。イタリアとしては早めに仕掛けていきたいですよ ね。ここまで思うように試合をコントロールできてませんからね。はい、スルーパス、もうこれいいでしょ。上げる中央へ、ノイア、ここは抑えました。インモービレからインシーニエ、裏を狙う、いいとこ入りますよ。枚数いる、中につなぎたい、もう一度上げる、下がらなかったか。ジャン、マティアス・ギンター、縦へのボール、ジャン。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ここまでのところ全体的にシュートが少ない試合展開ですよね。まあ、ここからどちらが無理して攻めていくかっていう状況じゃないでしょうかね。注目したいですね。ジョルジーニョ、インシーニェ、上がっていく左サイド、クロス、体を張ります。イタリア、ここでファールをもらいます。というシュートでした。イタリアがこの試合最初のシュートを打ちました。ミューラー、裏へのスルーパス、チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったところでしょうね。インモービル、サイドを使う、お、これいいでしょ。仕掛けるタイミングを図る、裏のスペースを狙う、お、いい形ですよ。中へのクロス、出ていく、いや、インモービル、お互いの意図、完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。いいポジションを取ってしっかり合わせていったんですけどもね。イタリア、入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。ドイツはここでベンチに動きがあります。一気に前線にボールを送る、ビエッリーにこのボールをカットします。この終盤ドリブルで持っていく、これファウルですよね。イタリアとしてはもう残りこの時間で何とかしたいところですよね。このボールに触ります、長いボールを送ります。ここで後半終了の笛です。90分間で決着つきませんでした。
さあここまでいかがでしょう。両チームとも惜しいシーンはあったんですけどもね、ちょっと決定力に欠けましたね。もう戦力差は全くありませんから、ここからは気持ちの勝負になりますね。延長戦です。あっという間の30分になるのか、長い30分になるのか、目が離せません。期待してまいりましょう。さあキックオフです。延長戦を制するのはどちらか。ゴレツカ、さあここから持っていく、これ仕掛けるか、大きく縦へのアーチ、ふわっと裏を狙う。ドイツ奪い返します。ルーズボール。11分経過、延長前半です。インシーニェ、ニコロ・バレッラ、ディロレンツォ、裏を狙っていきます。大きく縦へ、ここで笛、延長戦を折り返します。さあ依然0対0、膠着状態が続いています。このまま試合は終わってしまうんでしょうか。残りの15分で何かが起こるんでしょうか。キックオフです。お互い残る力を振り絞り、最後の15分を迎えます。スピナッツオーラ、左サイド上がっていく、ここで丁寧にボールを扱う、スペースを狙う、トニクロース、流れを止めます。ウムレジャンから大きく縦へ。ドイツとしてはとにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。オフサイドですね。非常に持ち味を両チームとも発揮している試合になってますよね。キーパー前へ蹴り出します。いいプレッシャー、長いボール縦へ、惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。仕掛けるか、チャンスを演出できるか。しかしここで笛、試合は PK 戦に突入します。ここまでの試合を振り返ってください。当然ね、両チームとも決着をつけたかったでしょうけども、お互いにちょっと決め手を欠きましたね。まあしかし素晴らしい試合だったと思いますね。まあ最終的に PK 戦となりましたけど、勝負は勝負ですから、お互い納得のいく形で決着をつけてほしいですね。両者120分間を戦い抜いて勝負つかず、 PK による決着を余儀なくされました。その戦いしかと見届けましょう。さあ PK 戦が始まります。独特の緊張感がスタジアムを包みます。ボールが置かれます。ファーストキッカーです。最初のキッカー、クロスバーです。いや惜しかったです。試合十分、 PK の名手、キーパー止めた、これは読まれちゃいましたね。ニャブリ2番目のキッカーです。さあどこへ蹴る、これを防ぎます。
キーパーの読みが上回った感じですよね。2人目です。さあどこを狙うのか。真ん中スピーボール決めてきました。これはライトのキーパー辛いですよね。もうこれ外した瞬間からね、もう勝負が見えてきますからね。キックの名手、おっとキーパーは止めました。これがキーパーの読み勝ちですからね。ここを決めれば大きく勝利に近づきます。どうだ、決める。これで2ポイント差。ちょっと大きいですね。ここもあえて言いますが決めなければならない。決めるかと止めます。そしてこれで決着がつきました。いや、これはキーパー見事ですね。イタリアチーム決勝進出です。最後の勝負、守護神の強い思いが呼び込んだ勝ちとも言えるでしょう。さて北澤さん、今日のゲームどうでしたか。決勝戦っていうのに、ね、出てくるのが2チームだけであって、ただこの準決勝っていうのはどの大会でも非常にこう内容のあるいい試合っていうのが見れますよね。はい、そうですね。選手たちの表情が明暗を分けています。さあそろそろお別れの時間です。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ウェファユーロ2020準決勝、イタリア PK 戦を制して次のステージへと駒を進めます。